皆さんこんにちは、リコです。本日はですね、デレン、こちらロフトさんでデートコスメを買ってきました。何個だっけな、5個。なんかデートの時にこういうの使ったら可愛いんじゃないかなとか、あ、このアイテムデートの時にこういう使い方できるなっていうのを見て買ってきたので、そちらを紹介したいと思います。それではまずですね、がっつりメイク系の道具からいきますね。まずじゃあこっちから、このピンクの方から紹介しますね。商品名はフーミーキダラメライナーラメベージュアイライナーアイシャドウになっております。これは最近なんか韓国アイドルの方たちの影響が大きいと思うんですけど、ラメのアイライナーが流行ってるじゃないですか。多分それまでは結構涙袋のここの目頭のところにラメ入れるとか、涙袋にラメを置くみたいなのが流行ってたと思うんですけど、でも多分ね、涙袋にもこれもちろん使えると思うんだけど、最近撮影とかだとなんか目尻に普通にアイラインとして、まあアイライン引いてからその上にラメのやつをやるみたいなことがね多い気がする。こんな感じの色です。ラメベージュとは書いてあるけど、ちょっとピンクっぽく見える。入れ物も可愛い、なんか持ち運びしやすい、この細さ。こんな感じで筆になってるんで、結構しかも長めの筆だからほんと書きやすいと思う。うわ、めっちゃキラキラ、可愛い。結構割とこれゴロゴロしてる。こうやって見てすぐ分かるもん、どこに。すごい、これめっちゃ可愛い。実際つけたらこんな可愛いなんて。こちらアイライナーでもアイシャドウとしても使えるって書いてあるから、例えばこれ普通に今浮いたこんぐらいの太さでこことかに書いて指でポン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 とか広げたら、普通にちょっと上まぶたがラメラメする感じになるのかなっていうふうに思います。え、すごくない？この距離で見ても、見てめっちゃキラキラしてるんだけど、可愛いこれです。で、もう一個がこちら、パンプアップリップ透明。そう、このパンプアップっていうのは、そう、ぬるっとスースーする、なんか苦手な方もね、たまにいらっしゃるんですけど、私は割と大丈夫なタイプなので、だからそのヒリヒリっていうか、ヒリヒリスースーする感覚で唇が潤うっていうやつですね。これめっちゃ可愛くない？パッケージもなんか緑で統一されてて可愛い。だから先に塗って普通にちょっと潤して、それだけで出かけてもいいし、その後にリップ塗ってもいいし、逆にちょっと色があるリップ塗ってから上に重ねてぷっくりするみたいな、ちょっとそれでツヤも出るみたいな使い方でもありだと思います。結構ぷっくりねっとりっていう感じ、グロスっぽい、本当にサラサラっていうかグロスって感じのぷっくり感があります。がっつりコスメっていう感じではこの2つですね、アイライナーとこのパンプアップリップを買ってみました。そして続いてですね、ちょっとこちらを紹介していこうかな。これはミュミュエスティック02。これね、マジで驚いた、私もすんごいね。これまず開けると見た目めっちゃリップなんだけど、超かわいい、やば、わ、やば、感動してる。まずこれリップじゃないんですね。で、その使い方が2つあって、そのうち1個がヘアスタイリングとして、そのここにさ、アホ毛とかあるじゃん、私もよくさあるんだけど、それをこれでこうやってなぞるとまとめられる。だから今アホ毛スティックって流行ってるじゃないですか、マスカラみたいな形の、それとほぼ同じ使い方ができるんですよね。前髪とかこのなんか結んだ時にさ、こういう髪の毛とか出すじゃん、こういうのとかをなぞって、てか丁寧にこの撫でるようにつけるとまとまってくれるっていう、ほんとリップみたいにこうやって繰り出すんだけど、さ、くる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 、結構サラサラしてるから、なんかすごいべったりくっついちゃうのがちょっと嫌だっていう方にもおすすめだし、あのそのアホ毛のさ、スティックの方だとさ、本当にノリみたいになっちゃってさ、結構ホコリとかがさ逆についちゃって目立っちゃったりとか、私とか特に黒髪だから
そういうのが目立ったりするとちょっと嫌だなと思うんだけど、これだったら結構サラサラしてるから本当にどこにでもつけれる。すごいこれって思うじゃん。それだけじゃないので、もう一つあって使い方は、それが練り香水として、手首や首筋、耳の裏など香らせたい箇所に直接塗ってください。めっちゃいい匂いするんだけど、モテる女の匂いがするぞこれは。すごい、めっちゃいい匂い。この匂いなんて言えばいいんだろう、ジャスミンとかスズランとかココナッツって感じですね。なんかリゾート系の匂いっぽいです。あ、香水に例えるとディプティックのドソンに似た華やかな香りがしますよ、だって。すごい分かりやすい説明があった。すごいこれ、そういろんな種類あるんだよね。あと4種類ぐらいある。うわ、こういう匂いしてるお姉さんいたら私好きになっちゃうわ、マジで。マジでめっちゃいい匂いするの。すごくない？これだからここにこうやって塗って、こうやって普通に練り香水で使えるの。まあいろいろさ諸説あると思うけど、練り香水の方が持ちが長いとかもね結構聞いたりするから、持ち運びめっちゃしやすいし、見た目可愛いし、もうモテの要素しか詰まってないじゃんっていうアイテムでございます。そして続いては、まあ、まとめるとちょっとスキンケアっぽくなるんですけど、こちらの2つを購入しました。桃の方、こちらです。桃プリフレッシュピールオフパックでございます。まるで桃の皮を剥くように古い角質や汚れをつるんとオフして、プリッとピュアな桃肌へって書いてあるから、これはまあね、パックではあるんですけど、剥がすタイプのパックになっております。これ多分液体になってて、中がそう液体になってて、それを指にとって、顔に伸ばす。で15分置くと乾いてきて、パックの表面がつるんとするらしいんですよ、その液体っぽいものから。でそれで剥がせるようになるらしくて、その剥がして普通にパックとして使えるよっていうもので、これだけで3回分あるから、私ちょっとちょうど来週とかにちょっとだけお仕事で遠くに行く予定があるので、そういう時とかめっちゃ薄いし全然荷物にならないから、これすごいいいなと思いました。私あんまりこういう剥がすタイプとか液体っぽい感じのパック使ったことないんで、ちょっと私もチャレンジしてみようと思ってこちらを購入しました。桃プリってほんとめっちゃいい匂いするんだよね。そしてラストです。ラストこちらです。みんなが1回は見たことがあるであろう、オーベイビーモイストボディクリームです。伸ばした瞬間からとろけて軽やかになじむピーチバターインクリームです。だってあのアルコールフリーとか、すごい敏感肌の方でも使えるとか、私よく TikTok とかで見たことある。スクラブを最近買ったばっかで、でお風呂で何日かに1回ぐらいやってたんですよ。でもこのボディクリームがあるのを見て、見た目もピンクで可愛いしいいじゃんと思ってこのボディクリームを買ってみました。ちょっと開けてみよう。スクラブもめっちゃ良くて、本当にツルツルになるのね。だからそのスクラブやってもこれやったらさ、もう無敵じゃんと思って、肌ツルツルよ、もう多分ツルツル。おー、いい匂いする。なんだろう、これこそ桃、いちごみたいな匂いがする。モテる匂い。ちょっとピンクっぽい色味もだから割としっかりとしたクリームっぽい感じになっております。これ結構この量入ってれば割と持つからありがたいですよね。お風呂上がりに、これからの季節特に乾燥するからしっかりこれで保湿しようと思います。ということで今回5点のこちらをご紹介していきました。ということでデートコスメっていう感じで、全体的になんかピンク系のものとかなんか可愛い色味のものを揃えてみました。でもどれも本当に実用的ですごい使えるなっていう風に思ったので、私もしっかりこれで、約4ヶ月後ぐらいのバレンタインに向けて備えていきたいと思います。それでは本日の企画はデートコスメ紹介でした。それではバイバーイ。